経ののヒンントを分かりやすすく解説する社社長の大学株式会社リンケージ MI コンンサルティングの長谷川博之ですコロナ禍での経営戦略は平時での経営戦略とは全く異なります。そこで今日は今までとは真逆のコロナ禍での経営戦略を分かりやすく解説します。小さな会社は商品や客層などを一つに絞り込むランチェスター戦略をやるといいと言われてきました。ですが、これは 平時の時、つまり景気がいいとか、まあ景気が悪くないといった時の話です。ところがコロナ禍のような不況になると、一つの商品や客層に絞るのは大変危険です。一つの商品や客層で売れなくても、他の商品や客層でカバーできるように、複数の商品、そして複数の客層、ここ重要です。そして複数の売り方。 これを持つのが非常にですね、このコロナ禍では大切になってきます。公共と不況では経営のやり方、戦略が180度異なりますので、ここに注目して経営を行ってください。今日の話が役に立ったという方は、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で下の概要欄にメルマガ社長の大学の登録の URL を記載しております。メルマガの登録もよろしくお願いいたします。